難しいですね、この年のチーク。皆さん、こんにちは、あえりです。今日はですね、アラフォーからのチークの入れ方を紹介していきたいなと思います。今までね、フルメイクとかでこれがポイントですよとか、チークのね、入れ方とかお伝えしてきたなと思うんですけど、チークだけとか、ポイントごとで紹介したことがなかったので、そういう動画もあってもいいんじゃないかなと思って、若い時はもう本当に入れたいところに入れても似合ってたっていうか、良かったんですよね。本当にその日の気分で入れたりとかしてたんですけど、やっぱりその時と同じだと、ちょっとね、違和感を感じるようになって、急に前と一緒じゃダメだなって思うようになって、難しいですね、この年のチーク。もちろんね、欠点を隠したいとか、好みの乗せ方はあると思うんですけど、私がね、この年になって、こうやって入れると、若々しく、若くはないんだけど、若々しく見えるなとか、この方がいいなっていうチークの入れ方があるので、今日はね、ポイントを押さえながら紹介していこうと思います。よかったらご覧ください。それでは、スタート！よく見るチークの入れ方は、顔の中心側にね、丸く入れたりとか、あとね、それを高い位置ですね、目の下すぐに入れて、オペロ的な感じで入れたりとか、あとね、頬骨に沿ってシャープに入れたりっていうのもあるんですけれども、この年齢で目の下すぐに入れたりとか、私もね、昔やってたんですけど、中心側に丸く入れてしまうと、なんとなくね、違和感があるんですよね。なんかマッチしてないような。で、逆に、頬骨に沿ってシャープに入れると、私はね、顔が丸顔なので、縦を意識してシャープに入れた方がいいとは思うんですけど、少し低めの位置に頬骨に沿って入れてしまうと、頬がこけて見えて、かっこいいんですけど、老けて見えるような、落ち着いたような印象になります。では、今から、いつも私が心がけているチークの入れ方で乗せていきたいと思います。まずはブラシですね。これはね、もう何回も動画で紹介しちゃってるんですけど、今お気に入りで使ってるのが、アディクションのメイクブラシです。これじゃなきゃ絶対ダメっていうのはなくって、毛が柔らかい方がいいなって思います。あまり細すぎたりとか、密集してるものを使うと、濃く色がついてしまうんですよね。そうするとやっぱり濃すぎると、老けてしまうんですよ。もちろんバランスもあると思います。リップのカラーが薄い時は、少し濃いめに入れた方がいいし、逆にね、リップが濃い時は、チークをね、薄く入れたりって、バランスを見て乗せていくのがいいと思うんですけど、平均的にやっぱり濃く乗せてしまうと、老けて見えがちだなって感じるようになって、でも、薄すぎてもダメなんですよ。薄すぎてもやっぱり顔がくすんでるから、やっぱり血色よくは見せなきゃいけないので、この程よい入れ方が難しいなって私も今でも思ってるんですけど、濃すぎず、薄すぎず、はい、乗せられるには、太すぎず、細すぎない、ちょうどいい大きさの、さらにね、こう、カーブしてるものがいいですね。なんかピンポイントとか、あとね、ここが平面になってるものじゃなくて、この柔らかなカーブ。これいいですね、このアディクションのこのカーブ。で、さらにね、毛も柔らかいし、ふわっと乗せられるので、これ、今お気に入りですね。で、今日使っていくのが、おなじみですね、今までも何回も登場している、コフレドールのスマイルアップチークス N04 番カシスローズを乗せます。チークのカラーも私大事だなって思います、今。そう、昔本当にこんな風に考えなかったんですけど、メイクに合わせていろんなカラーを乗せたりっていう好きな色を楽しんでたんですけど、少し前までは青みのある可愛いピンクのカラーが好きだったんですよ。例えば、このキャンメイクのマット&クリスタルチークスの02番だったりとか、クリニークのチークポップ15番パンジーポップとか、こういう青みの強いカラーが好きだったんですけど、やっぱ気ぐすみかな。なんかね、肌の色に合わないなとか、顔のイメージが少し違うなって感じるようになって、最近はピンク寄りではあるんだけど、ちょっとオレンジが混ざったような、コーラルが混ざったようなカラーだったりとか、あとこういったね、ローズ系ですね、を使うことが多くなりました。なので今日はコフレドールを使っていきます。で、一番大切なのは、笑顔ですね。笑顔で入れることが大切です。笑顔で入れるのと、笑顔じゃない時に入れる位置がやっぱり違うんですよね。自分の感覚でどうしても低くなってしまうんですよね、笑顔じゃないと。笑顔になったこの上のあたりに入れていくとちょうどいい。そう、ちょうどいいんですよ。中心の部分だけを取ってしまうと濃い色が乗ってしまうので、私はどちらかというと周りを攻めた後に中心の濃い部分をポポンとね、で、笑顔です。はい、笑顔になって、高すぎず、低すぎず。でも、低すぎちゃうとたるんで見えてしまうので、頬骨のちょっと高い位置に入れます。でも高すぎない。そう、ほんと難しいんですけどね。で、入れ方としては前のね、動画でも何回かお伝えしてるんですけども、まがたまに入れます。丸く入れて、さらにちょっと引き上げる。そうすると、可愛らしくも見えるし、でもちょっとスッキリもね、見せてくれるので、まがたま型で入れるのすごくおすすめですね。引き上がるし。では、入れていきます。あまり中心側に入れずに、黒目の中心ぐらいから、ちょっとこの辺りは、ふわっと丸くのせます。で、引き上げる。ふわっとのせて、引き上げる。はい。まがたまがまがたま型に入ってます。ここのあたりは引き上がって、ここはちょっと丸いので、可愛らしい印象も作れます。そう、これすごく大切。で、中心側に行き過ぎるとまたそれもね、丸がすごく強調されてしまうので、この黒目の中心、そのあたりで収めて、まがたまに入れると、ちょうどいい。そう、大変なんです。可愛らしくも見せたいんですよね、若干ね。そう、若干可愛らしくも見せたいし、でもね、きちんと大人感も出したい。そう、それをね、融合したのが、まがたま型だなと思ってます。アイシャドウとね、リップの色と合う色をのせるのが一番なんですけど、ローズだったりとか、コーラル系の色を入れると、このね、着ぐすみした肌によく馴染みます。ではちょっとこちら側も入れていきます。明るいカラーを取って、最後にポンポンポンとね。で、最初に丸く入れて、最後引き上げる。本当はクリームチークを使った方が柔らかい感じがね出せたりとかツヤ感も出るんですけど、私みたいにねコンシーラーでがっつり隠されてる方、それ危険ですね、クリームチークは。そうなのでパウダーがおすすめです。はい、こんな感じですね。そう、上の方に入れすぎちゃったなと思ったらもうハイライトでねごまかしたりとかすればいいので、上の方は問題ないんですけど、問題ない乗せちゃってもいいんですけど、下危険ですね。あんまり下の方にすると頬がねたるんで見えてしまうので、なるべく上の方を意識してのせるといいと思います。まあたるんでますけどちょっとね軽減されるかなと思います。はい、ということで、こんな感じで、アラフォーからのチークの乗せ方を紹介しました。昔、ちょっと前まで30代、どうだろう、半ばぐらいは、若く見える、若く見せたいって思ってたんですけど、今はもう年齢に合った、若いじゃなくって、若々しく見えるような、少しでもね、ちょっと生き生きしたように見えるようなメイクを心がけています。その中の一つのチークの乗せ方を今日は紹介しました。好みもね、いろいろあるし、欠点を隠したいとかもあると思うので、全てが参考になるかどうかわからないんですけど、今までのね、メイクではちょっとね、違和感を感じるなっていう方に少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。笑顔になれたよって方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram やっていますのでフォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ね、もう年齢をね重ねるとね、もうメイクするのが億劫だったりとか、ため息出ちゃうこともあると思うんですけど、一緒にねメイクを楽しんでいきましょう。